どうも、7日目です。本日のテーマは嫌いです、カラスというテーマでやってみたいと思います。それでは聞いてください。嫌われ者のカラスです。僕のことを好きな人はあまりいないけど、僕も僕で生きて行かなきゃいけない。とりあえず仲間を集め、街中のゴミを漁り、食べ物を探しています。売られた喧嘩は必ず上等な精神で、どんなに危険なことだって低空飛行を貫きます。嫌われ者のカラスです。嫌われ者のカラスです。ありがとうございました。それではまた明日も、バイバイ。